Lady and gentlemen, start your engines.3月23日金曜日夜9時になりました。皆さんこんばんは。モータースポーツジャーナリストのカズ小林です。いや、なんと春分の日にこの関東地方は雪が降ると、まあ、関東地方だけじゃないですね、雪が降ったところは相当多かったんですけれども、なんせ箱根なんかはですね、すごいことになってましたもんね。もう春ですよ。はい、いや、なんかあの2015年にはですね、4月に降ったことがあるそうなんですけど、僕の記憶にはあんまりないんですけど、残ってはないんですけどね、そんなこともあったようですが、まあこのジェットコースターのような天気というか、最高気温が5度で、次の日の最高気温が20度とかねもう体がついていきませんわ、本当に。いや、もうそろそろね、桜の方も満開にというですね、ところで、日曜日からこの関東のこの辺りはですね、日曜日から月曜日にかけてもう満開になるんじゃないかと言われてますけども、いや、このまま暖かくなってほしいぞと思います。来週なんか24度とかそんな日もあるということですけれども、そんな一気に暖かくならなくていいので、もう寒くならないでという感じですかね。さあ、富士スピードウェイの方でもですね、明日明後日、スーパー GT の公式テストがあります。その21日の雪はもう溶けてね、大丈夫だよということなんですけれども、ただ富士スピードウェイですから朝晩は冷えますんでね、このテスト観戦に行かれる方は十分気をつけていただいてね、風邪ひかないようにしていただきたいなと、富士スピードウェイの方にお越しいただきたいと思いますが、さあ今週はですね、 F1 開幕前の3月の17日ですね、土曜日に六本木ヒルズアリーナで行われました、レッドブルトロロッソホンダのイベントの音声がありますんで、こちらを中心にお送りします。まあ、レッドブルがやっぱりメインスポンサーですからね、やっぱりそのレッドブルが絡むとですね、イベントがこう華やかにというか、もう本当エンターテインメントをバリバリというですね、見せるイベントになりますよね。音声だけですがお送りします。この他モータースポーツ情報を今週もお送りしますので、最後までお付き合いください。この番組はトータルカーメンテナンス2号レーシングの提供でお送りします。さて、いよいよです。 F1 が今日オーストラリアで開幕しました。いや、もう最高の秋晴れにね包まれたメルボルンはアルバートパークサーキット、FP2 開始時には気温が30度、路面温度が41度まで上昇しましたから、まあ、秋晴れというよりも残暑が厳しいと、まあ、そんな中行われた FP2 です。午前に FP1 がありまして、午後から FP2 なんですが、その FP2 の結果をまずお届けしましょう。FP2 のトップタイムがルイス・ハミルトン、メルセデス AMG ですね。1分23秒931というタイムでした。これがですね、昨年の FP2 のトップタイムがやはりルイス・ハミルトンで、メルセデス AMG ですね。1分23秒620ということですから、若干、まあ約コンマ3ぐらいですか。今年の方が遅いタイムということなんです。あくまでざっくりの話なんですが、履いてたタイヤまで僕もちょっと調べたり比べたりしてませんのでね。ただ、まあ、去年と今年ではそれだけちょっとタイムが違うよということですね。で、ちなみになんですが、昨年のポールタイムがルイス・ハミルトンですね。やはりメルセデス AMG で1分22秒188ということで、22秒台に突入していますので、今年も同じようなタイムになるのではないかなと、ほぼほぼこれぐらいのタイムになろうと
かと思っておりますが、さあ2番手タイムがマックス・フェルスタッペンです。レッドブル1分24秒台1分24秒058でした。3番手に、メルセデス AMG のボッタス、そしてフェラーリ・ライコネン、フェラーリ・ベッテルと続きました。まあまあ読めていた構図かなというところですけどもね、ちょっとこれびっくりしたのがですね、ハース・フェラーリが速い、グロージャンが6番手でマグヌッセンが9番手という、まあ本当マシンのポテンシャルを証明した形になってますけれども、フェラーリエンジンちょっと面白いかもしれないですね。これハースダークホース的なことになってくるんじゃないかなというところですけれども、さあ、気になる2チーム、まずはマクラーレン・ルノーです。FP1 で、エキゾーストにちょっと問題を抱えたんですが、 FP2 にはもう改善されまして、走りました。アロンソが8番手タイム、バンドーンが10番手タイムということで、トップ10に食い込みましたね。さあ、もう一つのチーム、トロロッソホンダゼです。ブレンドン・ハートレイが16番手、ピエール・ガスリーが17番手という、まあ、振るわずでちょっと下位に沈んじゃったかなというところです。まあ、とは言ってもですね、中段争いをしている中では1秒以内に10台が、まあ、ひしめく大接戦というところですからね。まあ、昨年までのそのマクラーレン・ホンダでトラブルが出てどのこうのというようなこともこのトロロソホンダではないですから、テストからねいい調子で来てますんでね、予選はちょっと楽しみに待ちたいなと思いますけれども、はい、皆さんもご存知の通りですね、スクーデリアトロロソ、まあ、赤い牛チームとともにホンダが今年は戦うぞというところで、そのテストまでの段階でもね、トロロソとのコンビネーションっていうのは本当に非常にうまくいっているなという風に見受けられるところですけれども、そのレッドブルトロロッソホンダが3月17日土曜日に六本木ヒルズアリーナで、キックオフイベントを開催しました。まあ、さすがはレッドブルということでね、ドライバーとこうマシンが現れる前にその BMX のパフォーマンスがあったりですね、 DJ ブースからノリノリの曲が流れたりですね、本当に盛り上がりまして、では早速ちょっとそのイベントの音を聞いていただきましょう。まあ英語の勉強になるかもしれませんのでね、聞きながらちょっと勉強していただいたらいいと思います。出演はドライバーのブレンドン・ハートレー選手とピエール・ガスリー選手、そしてトロロソのチーム代表のフランツ・トストさん、そしてホンダモータースポーツ部部長の山本正史さんです。 MC はサッシャさんです。どうぞ。レッドブルトロロッソホンダのチーム代表フランツ・トストさん、そしてホンダの山本さんにも登場していただきましょう。大きな拍手をお送りください。さあ、では改めてご紹介しましょう。レッドブルトロロッソホンダを代表する、トスト代表、そしてホンダの山本さんです。よろしくお願いします。さあ、まずは、フランツ・トスト代表に聞いてみたいと思いますが、こうやって日本で開幕1週間前を迎えてますが、今どんな気持ちなんでしょうか。 First of all、 こんにちは、来てくれてありがとう。おー素晴らしい。 I feel very well to come back to Japan. I always like to come here to Japan becauseAs you know, I was here a long time and I like Japanese people, I like the Japanese culture, I like this country. Yeah. 日本に戻ってこれて本当に嬉しいんです。長い間日本に昔はいたわけですけれども、日本の人々も日本の、文化も大好きなんでね、戻ってこれて嬉しいです。And we're also happy to have you back here in Tokyo. ね、そしてこのトストさんが戻ってきてくれたことも我々は感謝ですが、そして山本さん、どうですか、この今日を迎えていよいよ来週開幕ですが。まあ、本当に今日この皆さん応援してくれるファンの前でですね、昨年までやっぱり非常にホンダとしても苦しいシーズンだったし、本当に悔しい思いをしたんで、このトストさんと新しいこの新たなスタートができて、まあ本当来週オーストラリアで開幕あるんですけど、本当に非常に楽しみにしてます。今日はありがとうございます。はい、
さあ、もうモータースポーツさんはね、テストの模様をですね、多分、くまなく見て、どうもトロロッソは好調らしいというところは感じてると思うんですけれども、ドライバー2人の感触も聞いてみたいと思います。ピエア and Brendan, well, we all saw, you know, the time of the test, and we see that, you know, with the long mileage, the car is very good for this year. What is your feeling as a driver, starting with Pierre?Yeah, I must say the testing was great. We did so many laps. I think we, after the first week of testing, we were the team that had done most of the laps. So it was really encouraging. And then after the second week, we focused a bit more on the performance, which was great. I think we managed to understand quite a lot of things on the car. And yeah, I think we'll be really tight. You know, we are in the midfield at the moment. I think it's really close between few teams, but we are making improvements. I think we still need to work and keep pushing like this, because there are still things we need to understand. But the potential is there, and we'll have some upgrades through the season. So I think we'll keep improving.And, but already the starting point is really positive, so I'm really exciting for next week. 1周目のテストではですね、最もどのチームよりも一番多い周回数を稼ぎまして、で2周目はもうちょっとですね、パフォーマンスに集中したんですね。でその結果非常にいい結果が出て、まあ中段はかなりですね、激しい近い距離にはなると思う、戦いにはなると思うんですけれども、でも、まだね、そのシーズンを通してですね、開発していくということもありますし、まあ、そういったポテンシャルはあるというふうに思っていますので、どんどんと車をですね、成熟させていって、戦っていけたらというふうに思っているんですが、非常にこのいい感触をつかんでいるということですね。And Brendan, how was it for you, the testing? Yeah, I think we couldn't have had a better start. It was really the perfect start to this new partnership with Honda. Even 2 months ago, when I first came back to the factory in Faenza,I really felt a lot of positivity from every single member of the team about working with Honda. So already before the test, I was optimistic. And from the first lap, we were the first car out on track from day one of the test. During the first week, we did the most laps. And we had almost no reliability issues, which I think was the first target. And the target for the start of the season is reliability. And as Pierre mentioned, ramping up the performance throughout. ButHonestly, we're setting our targets quite high after such a positive beginning of testing. But the battle for this midfield is extremely tight. So the goal for the first races is points. But we know we're going to have to do our very best to do it. But it's really, really positive from the first test, I would say.実はですね、まあ、非常に好調な、テストだったんですが、実はその2ヶ月前に、ファエンサのですね、工場に、ファクトリーに行った時から、非常にポジティブなものを感じていたんですね。でテストが始まって、実は一番最初に、トラックに出ていったのも私たちなんですね。そこからですね、全くその一つも、信頼性の問題が起きなかった。これがまあ最初の一番の大きな目標だったんですけれども、でそこからまあ言ったように、これからですね、パフォーマンス上げていかなきゃいけないというふうに思うんですけれども、ただね、中段はすごく大変な戦いにはなると思うんですが、テストの結果を受けて非常にポジティブな、かなり高い目標設定をしておりまして、そういった意味でまあ最初のレースはですね、まあポイントを稼ぐということになると思うんです。それは簡単なことではないと思うんですけれども、チャレンジしていくということですが、チーム代表としてね、このトストさんはどう感じたんでしょうか。 And friends, how was it for you? I feel well. No, I must say, regarding the test, the result of this good test was because the research and development department in Sakura did a fantastic job during the winter months. Yeah, because they developed the engine, we have now a reliable engine.Because we managed to do 3,826 kilometers. This was the highest mileage Toro Rosso has ever done during a test. And as I mentioned before, the engine is also reliable. And I am looking forward to the start of the season. I know it will not be easy, especially in the first half of the season, because the midfield is very, very close together. But I expectthat during the season, we from Toro Rosso has to develop the engine, and Honda will also come up with some upgrades. And from the middle of the season onwards, and especially then in the future, I expect that this combination will become very, very competitive.
もう本当にね、僕はまず調子がいいですよっていうことをジョークで言ってましたけども、まあ多分いい、シーズンの前を過ごしたんだと思うんですけども、まあ本当にですね、ここに至るまでですね、桜にありますホンダの R&E が非常にまずいい準備をしてくれたということなんですね。そしていい、非常に信頼性も上がってパフォーマンスも上がった、そういったパワーユニットを用意してくれたと。で、実は3826キロというレースを距離をですね走ったんですが、これトロロッソ史上、シーズン前の距離としては最も長い距離を走ることができた、まあ、これもポジティブですし、まあ、確かに中段は本当に戦いは大変です。まあ拮抗しているわけなんですけれども、特にシーズン前半はそうなんと思うんですね。でも僕らもアップデートしますし、あとホンダからも、必ずアップデートがされるということで、そういった意味ではですね、未来に向けて言うと非常に、ポジティブな、まあ、今シーズン前だということですね。ホンダサイドはどうですか、山本さん。ホンダサイドもトソさんが言ってくれるように、栃木県の佐倉市っていうところに、ホンダの、モータースポーツ関係、まあ、特に F1 の開発場所があってですね、まあ、そこのメンバーも非常に今、頑張ってくれていて、今年シーズン通して3期がレギュレーションなんですね。その3期の、乗せ替えるタイミングでは常に、アップデートと、信頼性を高めるという目標を立てていて、まあ、そこをトロロッソさんと共有し今進めてるんで、まあ皆さんのファンの期待にも応えられるように、まあ、少しずつ、ホンダも頑張ってですね、トロロッソさんと、前進していきたいというふうに思ってます。はい、楽しみにしましょう。そして実は信頼性と、ね、パフォーマンスの向上って言ってましたけど、それだけじゃないんですね。シーズン前にトロロッソはホンダと組むということで、なんか日本文化を学ぶ講座もやったということなんですけど、これについてもちょっと聞いてみたいと思いますけどね。 So friends, not only you know, as a team, as a competition, you work together, but you also learned and you had a, you know, learned a little bit of the Japanese culture with the team, before the season. So could you tell what you did, you know, with the team?Yeah, you know, the Japanese culture is different to the European, as we know. And therefore, we had some seminars in our team, and all the employees which were involved in the cooperation with Honda visited the seminars, and there they were taught how the Japanese mentality is, how the people are thinking. And I give you...two examples. You never should write back in an email, no, we can't do this, because Japanese people don't want to hear this, and you have to write it in another way, or if a Japanese answers to you, maybe we can do it, then it means we can't do it. Yeah. And there are different ways of thinking, and it's very important to understandthis way of communicating. And I think that these seminars were quite positive, because our employees understand how the Japanese engineers are working, how they are thinking, and how to work together at the end to have the success which we need. And I am quite confident that we are on a good way.まあ、日本とヨーロッパでは文化が違うわけですから、工場で働いている人たち、ファクトリーで働いている人たちに、まあ、どういうふうな日本の人たちが考え方をしているかというのを学んでもらう必要があると思ったんですね。まあ、そういう意味では考え方が違うんで、そのズレが起きないように、まあ、例えばちょっと例を2つ挙げると、E メールでですね、何かを書くときにできないと書かないようにと、それは日本人はすごいがっかりするんで書かないでねというのと、あと、日本人からメールが来て、まあ、できるかもしれませんって来たら大体できないということを書いてるということを理解しなさいということとか、まあ、そういった意味でコミュニケーションをスムースにするためにいろんなことを学んだんですけども、それは全てね、これから の関係を良くしていくために、そしてすごくポジティブな結果になったと思いますし、今や、ファクトリーにいる皆さんは、日本の文化についてより、まあ、本当に、知った日本の人のことを知ったんじゃないかというふうに思っていますが、その辺はね、ピエールは去年ね、日本のレースで走ってますから、ピエール、You know Japanese well from last year, right? So, you know already the Japanese way, so maybe you're a little bit ahead of everybody. I've learned how to...昨日学んだのは、去年学んだのはお辞儀の仕方ですね。Yeah, of course was different from what I knew from France. So when I came, it was, I needed some time to adapt and to understand exactly the how it works, the way of working, the mentality, the culture. But no, it's great, you know, like we're just talking about it
at lunch that one thing I really like about Japan, you know, is when you go to the subway in Europe, it's a mess. You have people everywhere. In Japan, it's everything is structured. You have a line. Everyone is following each other. And this is what I like about Japan. It's everyone is really respectful to the rules and everything works really well and it's well organized. So, of course, I learned a lot because I spent about 2 months last year, I think, in Japan. So I've learned a lot about the culture, about the food, about the way of communicating with the people. And for sure, it will it's going to help me this year with the relationship with Honda and hopefully for the next few years with them.あの去年ね、まあそのまあ、全部で合計すると2ヶ月ぐらいの期間日本にいたと思うんですけれども、まあ、そういったところでいろんなことを学びました。確かにメンタリティも文化も違うんですけれども、ちょうどランチの時にその話になったんですよ。で、あのやっぱりね、地下鉄が全然違う。ヨーロッパで地下鉄に行くと人がもうわんさかいて、まあ、あのちょっと無法地帯なんですけど、日本はちゃんとみんな列で待ってて、そうやってルールをリスペクトしてるとか、ちゃんと守るというところが本当に僕は大好きで、日本のことが、そういったところも含めてその文化をね、いいところを取り入れて組み合わせて、行っていくことが非常にこの、いいというふうに思ってるし、まあ、その日本の文化もですね、好きなので、学んだことをですね、チームにまた返していければというふうに思いますが、山本さんはどうですか、このトロロッソのもうホンダ、そして日本の文化を、学ぼうという姿勢っていうのはもうコミュニケーションで感じてますか？いや、もう感じてますし、まあ、何よりもね、あのトロロッソってイタリアのボローニャっていうところにあるんですね。で、やっぱりイタリアとこう日本人がちょっとなんとなくこうラテン系で近いみたいなところあるじゃないですか。で、食事がまず美味しいでしょ。だからね、いつもあのトソさんのとこ行ってもあのイタリア料理ごちそうになるんだけど、本当にまあ食事の時もそうだったし、なんだかいつもこうコミュニケーションがいい感じでできる。だからすごい本当にあのトロロッソとパートナーシップがすごくうまくいってると思うんで、まあ、本当に文化とか、なんていうんですかね、歴史もそのボローニャって陶器で有名だったりするんですね。で、まあ、そういったところも含めて非常に日本の文化と近い、まあ、そんなところを あそこでは感じてて、だから非常にこれからもより一層あのコミュニケーション強くしていきたいと思ってます。はい、さあというところでいろいろとお話を伺っていますけれども、ここからですね、ちょっとあのまずはプレスの皆さんとの質疑応答に移りたいと思うんですけれども、その後は時間が許せば会場からの質問にもお答えしたいというふうに思っておりますので考えておいてください。まずはですね、代表質問でモータースポーツ記者会のですね、副会長の大谷さんからご質問いただきますが、よろしくお願いします。はい、日本モータースポーツ記者会の大谷です。こんにちは。Congratulations, Pierre and Brendan, for your first Formula One Grand Prix season. 最初に一人に一つずつ、質問してきます。最初にガスリー選手、去年はホンダで、スーパーフォーミュラを戦って何勝か上げてますけれども、スーパーフォーミュラの車とフォーミュラ1の車とどんなふうに速さが違うか教えていただけますか？Yeah, there are a few, but I must say, first of all, the Super Formula car is really competitive. So you have a lot of downforce, which was for me a really great series to get used to this downforce and the grip you have on the car before to jump into Formula One. So this was a great preparation. But I would say, yeah, the main thing is probably on the power side. So.In Formula One now you are close to the 950 horsepower, whereas in Super Formula it's more around 550. So in terms of top speed there is quite a big gap. And then, yeah, main thing is the people working in the team. So I think between Honda and Toro Rosso you have about 1,000 people working for the two cars.And in Super Formula, the teams are much smaller. So I would say that's the biggest difference. And yeah, since I became Formula One driver with Toro Rosso, I still didn't have any typhoon in Japan. So that's also one of the differences.まあ、違いなんですけれども、まずはですね、スーパーフォーミュラに去年走ってみて、すごくダウンフォースが強い車なんですよね。でそれがF1 に行くためにはすごくいい練習にもなったんです。まあ、確かに例えば馬力のところで行くと F1 は955馬力ぐらいあって、
そして、まあ、スマホミラー550馬力ぐらいだ。なのでトップスピードはだいぶ違うんですけれども、ただそのダウンホースの部分ですごく勉強になったということですね。あとはですね、台風がですね、まだこちらでは F1 に移ってからはですね吹いてないので、そういった意味では、スーパーフォーミュラー昨シーズン、ね、台風で、チャンピオン取れなかったというのがありましたけども、そういった意味でまだ台風に見舞われてないというところが違うのかな。あとファクトリーで働いている人数ですね、F1 の場合は2台のために1000人ぐらい全部で働いているんじゃないかと思うんですが、スーパーフォーミュラーの場合はもうちょっとその、規模が小さいかなというところが違いだと思います。はい、次にハートレー選手に質問なんですが、去年、ハートレー選手は去年もルマン24時間で優勝しています。もし今年モナコグランプリで優勝すると、現役ドライバーとしては初めてモナコグランプリとルマンと両方に勝つということになると思います。実は同じようなことを狙っているドライバーがもう一人 F1 の中にいるようですけれども、ルマンは6月でモナコが5月なので、あなたがモナコで勝てば先に達成できることになりますけれども、意気込みを聞かせてください。いい質問ですね。はい、I think it has been done before. I think there is a few drivers in the history that won Le Mans. But among the current drivers? Current drivers, okay. Obviously, that's a dream. I'm not sure that it will happen this year, but it's a target for the future. I mean, winning Le Mans last year was the biggest moment of my career. And at the end of last season, for those of you who didn't follow, I made my Formula One debut. So I had the most amazing year you can ever imagine, and I didn't expect to be sitting in this position right now. I had quite a good career going in endurance racing, and this opportunity came up last minute, and it's now the dream to win the Monaco Grand Prix. You could have better record than Fernando. Yeah. Fernando, he's trying to do the same. So the race is on. But he's trying to copy you. But he doesn't have the Honda anymore. So. はい、今年はちょっと難しいかなというふうに思うんですけど、ただね、去年考えてみると、追ってなかった人のために説明しますと、ルマンを勝ってですね、でもう一つ去年は F1 デビューができたんですね。本当に最後の最後でこういうチャンスがあって、びっくりしたんですけれども、そしてまさか今年こうやって F1 のドライバーとして座ってると思わなかったんです。それまでずっと耐久レースで非常にいい結果を残していたので、まさかこうやっていわゆるフォーミュラ1のドライバーとしてですね乗るとは思わなかったんですけど、ただね、アロンソがいますねっていう話をして、そうだねというところで、でも彼はホンダエンジンもうないですからねというふうに言ってますから、期待しましょう。はい、ちょっと補足しましょうかね。 So, but when you win the Monaco Grand Prix before Alonso winning the Le Mans, you will achieve it, you know, earlier than him. So if something happens in Monaco, you'll be the one. First I'll win, after you can まず僕が勝つよって言える。 You know what, it's a good goal, it's a good target. いいターゲットですねって言ってますね。はい、はい、じゃあ次の質問、Mr. Toss, nice to see you again. 今年正直言えばそんなに簡単に表彰台に登れるとは思ってないんですけれども、僕らはずっと応援していくんですが、どのレースが一番期待できそうでしょうか。もちろん僕たち日本人ファンなので鈴鹿のレースを一番期待してしまうんですけれども。 I hope there are 21 races, not only one. Yeah. No, we will see. We had a good test. We gone out to Melbourne.And as we mentioned before, the midfield is quite tough. There are many teams fighting for good positions. And I expect good results. Hopefully there's a podium in there in the second half of the season. And it depends how Toro Rosso develops the car. We know that we have a very good power unit from Honda. And now we...as Toro Rosso have to work quite hard to give our drivers a real good competitive car, and then I'm convinced that they are able to fight for the front positions as well. はい、1レースだけじゃなくて21レース戦うわけなんですけれども、さっきもね触れたように中段の戦いは本当に態度になると思います。ただそういった意味では後半シーズン後半はねいい結果を期待できるんじゃないかと、そういった意味ではですねトロロッソ側の車体の、改善これが必要になってくると思います。もうホンダのいいパワーユニットがあるというのは分かっていることですから、あとは僕らのサイドで努力することによっていい結果が出てくるんじゃないかというふうに思っています。はい、じゃあ最後の質問、山本さんに。
フォーミュラ1は科学ですしスポーツですしやっぱりそんなに簡単に奇跡は起きないと思っております。とはいえイタリアの方々のあの明るい雰囲気、はい、見てるとちょっとすいません実力以上の結果をどうしても期待しちゃうんですが山本さんの今の期待はどうですか。いや先ほど皆さんも言ってくれたようにバルセロナのテストが、まあ、当然8日間あるんですけど、まあ、その中でやっぱり、昨年の反省も踏まえて今年はやっぱりしっかり2人に走ってもらおうということをトストさんと言ってたし、まあT1 の最初の4日間で先ほどガスリーが言ってくれたその最多ラップ、まあ、そのメニューをいっぱいこなせたということも含めて大谷さんが言うように奇跡は起きないんだけどやっぱりこう 着実にやっぱ一歩一歩、まあ、トストさんとトロロストホンダを2人で強くしようということに関して言うと目標は一つなんで、一つずつチャレンジしながら、前に向かっていく、まあ、それをやっぱり僕たちがもう最後までずっとやり続けるチャレンジし続けてやり続けるってことが僕は大事だと思ってて、まあ、それが最後結果につながるつながればいいなと思います。おっしゃるように奇跡はそんなに起きないからだってやっぱり頑張ってやるしかない。去年までのすごいフォーマルなスーツから今年はなんかカジュアルなスタイルにだいぶ変わったような感じがしましたが活躍を期待してますので頑張ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、プレスの皆さんからの質問をもういくつか受けて、一般の皆さんに行きたいと思うんですけどプレスの方いらっしゃいますでしょうか。手を挙げてください。すいません、 F1 速報の島田です。よろしくお願いします。先日のドライバーのお二人に質問したいんですけども先日のバルセロナテストで昨年より乗りやすいエンジンだとコメントしていましたがどのようになり乗りやすくなったでしょうか。Yeah, but the car, I would say the car felt better straight away from the first day. So I could feel more comfortable. I could feel the potential was better. So I think the team did a really good job on this year's car. So now we need to understand exactly how to set it up properly to extract all the potential from it. But yeah, definitely, I think there is a more potential than last year. But Formula One car is never easy to drive. You know, it's if you want to really push to the limit, it's always really, really difficult. But the most important is to have a quick car. And I think this year between the power unit and the chassis we have, we definitely have a good chance to have a great results. 乗ってみて最初の時からですね、非常にその、安心感というか乗りやすさがあって、さらにポテンシャルを感じたと。でそのポテンシャルを今度理解していかなきゃいけない伸ばすために理解していかなきゃいけないということになると思うんですけどただそのポテンシャルを伸ばしていけば、非常にいい結果になるんじゃないかという、まあ、そういうポジティブな思いがあってただ F1 の車というのは絶対に簡単に、運転できるというものではなくて限界をつかもうとすると非常に難しいということになりますので、まあ、そこのポテンシャルを伸ばしながらどうやって運転していくかということになっていくと思います。 Yeah, for me personally it was a lot easier this year because last year I had almost no preparation and I went directly to my first race without testing at all so I felt a lot more comfortable in the car this year and actually from the power unit from Honda side we were both really really happy with the drivability that's something that's really important with these Formula One cars. You have more than 900 horsepower, I don't know the exact number, all going through the rear wheels. So to get all that power on the road is tricky business. And there's a lot of, it's a very complex power unit. So to get the drivability in the right way is also very important for performance. So we had a really nice feeling with how the power delivered the, sorry, with how the Honda delivered the power. So it was, yep.まあ、去年に比べて僕の場合はですね去年は何の練習もなくいきなりレースを走ったんでそれよりはもう全然乗りやすいわけですけどこの乗りやすさドライバビリティ、ね乗りやすさっていうふうに日本語で言ったらいいかもしれませんが非常に大事なんですね。なんでなら、まあ、900馬力以上ある、まあ、正確な数字僕は分かんないんですけど900、馬力以上あってそれが全部後輪に行くわけです。でさらにパワーユニットは非常に複雑な作りになっていてでそれを、うまく制御するっていうのはとっても難しいことなんですけれども、ただその、ドライバビリティつまり乗りやすさが高いっていうことはですね、それをホンダ側がすごくいいものを届けてくれてるということですから非常に乗りやすいということですね、はい、あともう一点ガスリー選手に質問なんですけれどもテストの最終日7位で終えましたが本番の予選はどこまでいけそうですか。
Of course, I'm a really competitive person, so I will fight for the best result as possible. I think now it's a bit, we don't really know where we are because, you know, in testing, you never know what the others are running, which fuel load in terms of pure performance on the engine side, you don't know. So what's for sure is that the pace was great, and I think it's really promising. But I think we'll find out in a week time, like on Friday already in Melbourne in 6 days. I think we'll have a better idea. But yeah, I really hope we can fight for points in Melbourne. And then I think if we do everything correctly, if we manage to understand the tires, the track, if we manage to put the right setup on the car, we'll be in a good position to fight there. So. あのテストの時はね、まあ、みんなそれぞれあのやってますんで実際にどの位置にいるかっていうのはすごくわからないものなんですけれども、まあ、でも金曜日になってあのメルボルンに行けばですね、まあ、すでに金曜日のフリー走行の段階で大体自分たちの位置はわかるということになると思うんですが、まあ、僕はもちろんですねあの非常に競争心のある男なんで、もちろんなるべく上を狙っていくわけなんですけど、まあ、もちろんそういった意味ではポイントを争うということになると思います。ただあのそのためにはですねあのトラックを理解して、まあ、要するにレースコースを理解してタイヤを理解して、車のいいセットアップが見つかればですね、そういったこともできるんじゃないかなというふうに思っています。ありがとうございました、はい、Thank you so much。東京チューンスポーツの鶴田といいますが、あのドライバーお二人に、ま、あの改めての質問になると思うんですが、今年は、表彰台取れる可能性はありますでしょうか。I think it's a very difficult question to answer. 難しいですね、答えるの。はい。So actually, I'm yet to score a point in Formula One. So my first goal is the first point. Then the next goal will be a top five. And I really hope by the end of the year we'll be targeting podiums. But as we know, that's a very tough ask. And it, especially in the first races in the season, the first goal was points, which Formula One is...super competitive and especially through this midfield, but obviously we do our best and we target the highest position we can and always, you know, there'll be one race in the season where there's an opportunity to grab this podium because of weather, because of other people's misfortune or whatever it is. Monaco, I hope. Actually, I'm living there, so I'll be staying in my own apartment andBut Monaco, that's the goal. Suzuka will be good. And Suzuka, but we do our very best. But the first goal is points.、うん、あのシーズンね、序盤はですね、まずはポイントを取ること。まあ自分はまだあの F1 のポイントを取ってないので、まずはポイントを取ること。で、それをなったら今度はトップ5に入ること。そしてシーズン後半にはですね、表彰台に入れたらいいなというふうに思っているんです。まあ本当にあの中段も含めて F1 はすごく競争が激しい、レースですから、そう簡単にはいかないと思うんですね。だけど、まあ、あのどっかね、シーズンに1レースぐらい何か天気とか、いろんなことの作用があって、何かチャンスをつかめるときって大体あるんですよね、それで、何かつかめたらって言ったんで僕はモナコって言ったんですけど、まあ、モナコそして鈴鹿なんかで取れたらいいねというふうに言っています。 OK? Well, I think Brandon said it very well. I think the only thing I have to add is the earliest as possible, the nicer it will be. So, we'll try everything to make it happen. WhenWe don't know, but as soon as possible, hopefully. あのもう全部ブレンドンがうまく言ってくれたと思うんですけども、ただ全ては可能性はね全然あるわけですから、それに向けて、精一杯ベストを尽くすのみというふうに思っていますということです。ありがとうございます。じゃあフランツ・トストさんに、最後にお締めの一言をいただきたいと思いますが、 So Franz, before we go, do you have anything left to say? Okay, first of all, thank you very much to HondaAnd to Red Bull and to Edifice for this fantastic event here and for this fantastic location. Then thank you very much to all of you for coming here. I can promise you that Honda and Toro Rosso will work very, very hard because we want to have success in the future. And I'm convinced that we will have success in the future because in Sakura, in the research and development department from Honda are...working very skilled, very high-skilled engineers, and together with Toro Rosso, we will have the success which this combination at the end deserves. Thank you very much once more, and I promise you, we will push very hard. Gambarimasu! Oh! Arigato! Hi!
まずはですね、レッドブル、okay. And I hope to see you all in Suzuka. はい。みんな鈴鹿で会いましょうと言ってます。まずはですね、ホンダ、そしてレッドブル、さらにカシオのエディフィス、この素晴らしい場所での素晴らしいイベントありがとうございました。本当にですね、ホンダとそしてトロロッソで、努力をするということをですね、約束します。それは成功したいというために約束をするわけなんですけれども、私は確信もしてます。成功できるという確信もできてるんですね。桜のですね、ホンダの皆さんの素晴らしいリサーチも含めての、仕事、いいものを届けてくれているということですから、とにかくそれをですね、力にして頑張っていきたいと思いますので、頑張ります。そして鈴鹿で会いましょうということでした。フランツトスト代表でした。 Thank you so much, フランツ。はい、ちょっと長い内容だったんでね、もう一度ゆっくり聞いていただいてもいいのかなと思いますが、いろいろそのキーワードが、出てきましたね。日本の文化をみんなで学んだっていうトストさんなんですけど、これとっても大事なことだと思うんですよね。やっぱりいい仕事をするためには相手を知らないといけない。そして知った上でお互いをリスペクトするっていうのは、これ非常に大事なことだと思うんですよ。そういう意味では最初のこのスタートから、マクラーレンとは違うかなという感じには思いますけどね。はい、トロロッソホンダの活躍によってですね、今年の日本グランプリがさらにね、楽しみになるんじゃないかなと思っていますが、まずは開幕戦というところですよね。さあ、ちょっとね、気になる話としてはですね、2019年以降の F1 日本グランプリの開催についての話なんです。先日の鈴鹿サーキットファン感謝デーにおきまして、モビリティランドの山下社長が行いました会見では、開催契約の交渉が現時点では難航しているという、そんな話なんですね。世界最高峰クラスのレースを開催し続けたい思いはある。しかしモビリティランドは一民間企業、他の 部門がいくら頑張っても赤字を出し続けるわけにはいかないと。過去の F1 日本グランプリには15万人を超えるお客さんが来てただいたと。であれば何の問題もないということなんですね。しかし昨年2017年の決勝日の入場者数は6万8000人ということでね、ちょっと低迷を続けていますから、で我々としてはより多くのお客様に来ていただけるためにどうすればいいかということを含めて考えていき、その手応えがどれくらい得られるかというところも契約延長の重要な要素だと思っています。お客様の支持を預けて、これだったら継続できるかなという手応えがつかめないと非常に厳しいなという状況です、という企業ですからね、それはそうなりますわね。今までお願いすらできなかったような無茶な要求も、そのリバティメディアは一応考えてくれると、聞いてくれるということなんですね。でモビリティランドも日本グランプリに向けてやれることは何でもやろうと取り組んでいるんですけれども、 FOM を買収しましたリバティメディアが現在の F1 を取り仕切っているんですけれども、アメリカの企業ですよね。やはりその企業として採算を取らなければならないわけですから、鈴鹿の言う通りだから鈴鹿の権利金を下げてあげようっていうようなことにはなかなかやっぱ簡単にはならないということなんですね。お互いにね、ビジネスですから。で、1990年代にあったような F1 のフィーバーっていうのが、この先も多分ね、見込めないでしょう。でフジテレビも他の局もね、日本の放送一番でっかいとこね、もうやっぱりその放映権料を買ってですよ、地上波やとか無料 BS 放送をするなんてことはもうまず無理だというところですからね。鶏が先か卵が先かというところでもあるんですが、やっぱり難しいかなと。なので開催のその延長っていうのは相当厳しいものなのかという、改めてちょっと考えてしまいますよね。極端にその一
てしまえばですね、 F1 ファンのためだけにはもう開催できないと、極端に言えばですよね、いろんな層の方がこう見に来てくれないと、まあ、本当にフィーバーにならないと厳しいぞというところなんでしょうかね。まあ、今シーズンそのトロロッソホンダが実績を残して、まあ、レッドブルが例えばその実績を見てルノーからホンダにスイッチをして、でそれと同時に日本人の、まあ、フルタイムのドライバーが出てきてっていうような、まあ、シナリオがねできるまでなんとかこう無事にね更新されればいいなというふうに願ってはいるんですが、なかなか厳しいところだと思います。さあ今シーズンF1 が変わったとこといえばですね、セーフティーカーが変わりまして、その名も AMG GTR というですね、 AMG GT3 レーシングカーのドライビングダイナミクスを備えた歴代最高出力となる585馬力ということらしいです。0-100km 加速が 3.6 秒で最高速度が318キロを誇るということでですね、まあ、空力パッケージもこの大型のエアスポイラーがボカーンとついて、ダブルディフューザー付きのリアエプロンとかですね、もうスーパー GT にそのまま出れそうな外観で相当いかついんですが、それに変わりました。カラーリングもねちょっとついてましてね、その辺もちょっとこの開幕戦で見ていただければと思いますが、それから変わったのはもう一つですね、まあ、賛否両論ありましたグリッドガール、これが今年はグリッドキッズということでナショナルフラッグを持ちまして、まあ、選手の横に立つということになります。男女8歳から18歳までの全40名の子どもたちが並ぶということで、オーストラリアモータースポーツ連盟、とカートオーストラリアが選出した子どもたちということです。まあ未来のトップドライバーを目指すキッズを招待したということなんですけれどもね、はい、可愛らしい子どもたちが F1 の横に並ぶぞということでございます。さあということで、今週はまあここまでになりますが、明日は F1 オーストラリアグランプリ予選セッションの開始が午後3時からですね。で決勝は日曜日の午後2時10分スタートということですけれども、放送開始時間なんかはそれよりも前ですからね、そんな詳細は各放送と、配信のサイトをご確認いただければと思います。まあ、テレビの前でパソコンの前でスマホの前でそれぞれのごひいきのチームを応援しましょう。さあそして富士スピードウェイではスーパー GT の合同テストが行われます。お時間のある方はぜひ足を運んでみてください。いや生でスーパー GT の迫力も感じていただいてということで、今日はここまでになります。お相手はモータースポーツジャーナリストのカズ小林でした。皆さん良い週末を。 See you next week. バイバーイ。